皆さんこんばんは。 YouTube シラバス、フランス料理担当の坂淳です。今日は11月9日月曜日ですね。今日ご紹介するお料理はリンゴとホワイトチョコレートを使ったムース、簡単なムースをご紹介します。材料はこちらです。ですね、まあ、工程としてはクレームパティシエル、カスタードクリームを作って、生クリームとチョコレートを溶かし込んだムースを作ります。そのホワイトチョコレートのムースに、リンゴ、これ紅玉ですね、紅玉をですね、レモン果汁と一緒に真空してます。レモン果汁、紅玉リンゴの 10% の量、だから紅玉リンゴが 200g だとしたら 20g のレモン果汁と真空してます。これを、湯煎でもいいですし、まあ、蒸し器でもいいです。30分ほど加熱してください。で、加熱した後に1週間ぐらい放置すると、この紅玉リンゴの赤い色素が果肉の方に移ってきてピンク色になります。全体的に、で、全体的にピンク色になって、ピューレ状にしたものがこれですね。これは紅玉リンゴのピューレです。リンゴの甘みとレモンの酸味で、それから今日はあの季節物でローゼル、ハイビスカスの実ですね。ローゼルを使います。ローゼルのジャムをご紹介しましょう。水洗いして、掃除しますね。掃除といってもそんな難しいことない。根元落とすでしょう。そしたらこうやって取れますんで、ガクがね取れるんです。で、この種のところは新芽の小さなものは種も食べられるんですけど、この大きな種は、食べられないので、でも、中にですね、ムチンというあのトロトロの成分、あの皮膚の再生を促すような、成分が含まれているので、これも、シロップを作るときに煮込んでいきま す、ね、種は種で取っておく。剥いて、ガクの部分 86g あります。シロップ作ります。1対1でなので、86cc の水に86の半分 43g のお砂糖、きび糖、入れて沸かします。その沸かす時に種ですね、さっきのムチンを多く含む、とろみ成分を多く含む種も入れて、一緒シロップ作っている間にクレームパティシエールを仕込んでいきます。牛乳が 500cc ですね。ここに、バニラのさや2分の1本温めます。牛乳500、卵黄5個、 25g、 グラニュー糖が 125g、
1個あたり 25g という計算ですね。卵黄に対してね、卵黄1個にグラニュー糖 250g、 牛乳 100cc という計算です。で、注意点は卵とお砂糖やお塩、今お砂糖入れてます、加えたらもうすぐ混ぜる、一旦ね、じゃないと卵のタンパク質成分が浸透圧が働いて凝固してしまう、ダマダマの原因になりますので、塩やお砂糖加えたらすかさず混ぜる。ここに薄力粉 50g です。牛乳温めています。シロップは種を入れて5分ほど煮込んでください。クレームパティシエールを今作っています。カスタードクリームですね。クレームアングレーズと材料がほぼ一緒で、薄力粉、小麦粉が入るか入らないかの違いがあって、クレームアングレーズはカスタードソースは卵の濃度をつけた後にこすんですけど、これはですね、薄力粉が入ってて、より粘性の高いクリームソースですから、クリーム状のものですから、ペースト状のものですから、より粘性が高くなっているので、ここでここまで一緒なんですけどね、牛乳、温めた牛乳を混ぜ溶かして、ここまでクレームアングレーズというアングレーズソースと一緒なんですけど、クレームパティシエール、カスタードクリームはこの時点で一度こします。温めた牛乳の鍋そのままでいいですが、そこにバニラだけはソースに戻し入れて、このまま一緒に炊いていきます。混ぜるとき道具もですね、この泡立て器、笛と言います。笛を使って混ぜながら加熱して、加熱すると小麦粉の凝固作用が働いて、熱を加えることによってこう粘性がさらにはディップ状になっていきますね。これを沸騰を保ちながら焦がさないようにずっと混ぜる、ひたすら混ぜる、ずっと混ぜて炊くっていうぐらいなので、本当に煮込んでいく、こうやって粉気を飛ばすように、なおかつ焦がさないように。そうすると目安がね、皆さん分かりにくい分かりにくいってよくおっしゃるんですけど、僕も分かりにくいなと習い始めの頃、修行始めの頃思ってましたが、こう混ぜてるとどん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 重くなってきて、粉気がなくなってくるとソース自体にこう艶が出てきます。これちょっと映像では伝わりにくいと思うんですが、ソース自体のこの艶がですね、出てきた時点で
あと感覚で言うと もっさりもったりしていた感じがこうなくなるので軽く感じます。その時点で完成となります。こんな感じですね。ツヤツヤのソースになりました。こちらをすかさず移して、で落としラップもしくはバターを表面に塗って粘性があって温かいものを冷ましている間に表面がこう膜が張ってそれがあの変な塊になったりするので、急冷却はしたいんですが表面が乾かないような冷却の仕方で冷却していきます。なおかつムースを作るのでここから 40g 取り除いておく。40じゃない80です。落としラップをして、表面が乾かないようにして氷水などを当て冷却。ではシロップですね、こします。種取り除きます。わかります、このトロッとしたソースの感じ。こうしてこれ自体に酸味もありますんで、このシロップでボーゼルを煮て、液体に馴染むまでは蓋をします。ローゼル自身が持っている水分とかもあるので、あのシロップの量で1対1ですね。重さに対して同量のシロップで煮込んでいきます。あと5分ぐらい、ホワイトチョコレート湯煎で溶かしましょう。チョコレートが溶けましたので、これとパティシエールですね。パティシエールもまだ温かい状態のものです。パティシエールが80、チョコレートが40ですね。温かいもの同士です。今はねパティシエールとホワイトチョコレートを混ぜ合わせます。で、クレームフェッテ、泡立てた生クリームですね。泡立てた生クリーム、くぶ立てぐらい温かい、パティシエールとホワイトチョコレート、冷たい泡立てた生クリームを混ぜると、せっかくこう泡立てた生クリームがしぼんでしまうので粗熱を取ります。一旦ね、とはいうものの、ホワイトチョコレート入ってますから冷えすぎると凝固してしまうので常温ぐらいまで熱を取り除いてあげます。ジャムできましたね。こんな感じ。
ローゼルジャン。では、常温の状態に泡立てた生クリームを加えましょう。でホワイトチョコレートのムースが完成しました。で絞って、容器に絞り出して仕上げていきます。ジャムもですね、冷やしておきましょう。絞り袋に。ではガラスの器に。ローゼルジャムですね。ビタミンたっぷり、疲労回復効果、あと皮膚の再生を促すムチンもたっぷり入って、この粘性ですかね、このすごいドロドロした感じね。ここに紅玉リンゴのピューレ、赤ピンク、ホワイトチョコレートのムース、ローゼルとリンゴのジャムを添えて完成です。では試食はアランに。よろしくお願いします。いただきます。そのスプーン、アランの口に入れかもしれない。はい。小さく。はい。ジャストサイズ。大きくならんね。はい。ちょっと、スプーンのこと考えてた味が忘れたんで、もう一度こっちに入れます。ホワイトチョコレートのムースの、甘みとリンゴのローゼル、ね、リンゴの酸味と砂糖さ、はい、50% 入れてるのにすごい酸っぱいね、はい、で、ローゼルの華やかさがすごい。梅肉みたい。はい、なんかそうですね。でもホワイトチョコレートのムースがすごい甘いんで、ちょっとジャストですね。え、今日はジャストで教えてます。もうせっかくなんで、あと半分ぐらいいただきます。ちょっとスプーンが小さすぎました。あと半分ぐらいで、ここで半分ぐらいしか食べないじゃないですか。片付けて裏行った間にガーッて書き込んで、口の周りいっぱいつけて出てくるんですよ。皆さんちょっとスピンオフアラン映像も出した方がいいかもしれないですね。一緒やん、ここで食べても裏で食べても全部いただきます。もう美味しいですよ。美味しい。普段チョコレートはあんまり食べないんですけど。あ、そう。はい、このローゼルとリンゴの酸味で、食べやすい。甘いものは好き。甘いものは好きです、チョコレートは食べない。チョコレートは食べないです。何が好き？甘い和菓子、洋菓子、どっちかといえば和菓子です、ね、和菓子好き。はい、おい、
や、くずまんじゅうです。どら焼き、どら焼き、あ、ちょっとだ。くずまんじゅうか、わらび餅とか、はい、餅系が美味しい。あ、く、あ、水まんじゅうみたいなね、くずまんじゅう。じゃあ、きなこ好き？きなこは、そういうこと好きです。じゃあ、なんでわらび餅、きなこなかったら成立せんやん。抹茶、抹茶、抹茶。くずまんじゅうもきなこまぶしてないは、あんこです。あと、抹茶が美味しいと思います。じゃあ、皆さん、アラーファンの皆さん、送ってきてください。アラーに。チョコレートはホワイトじゃなくてもミルクでもビターでもなりますけど、こう見た目とのコントラストで、あと味とかでいうとホワイトチョコレートの方がふさわしいかなと、華やかかなと思いますし、あーローゼルはどうでしょう。ローゼルじゃなくても、まあ、フランボワーズでもイチゴでも、ね、同じようにやってもらえれば、このデザートはできる。ローゼルが手に入りにくいかもな。でもネットで売ってたりもしますし、幸いね、愛知県このエリアでは秋口にですね、ローゼルがたくさん出ますので、じゃあそれを料理とかデザートに使うことがあるので、まあ一度ね、健康的な、あのヘルシーな栄養価の高い食材ですので、ぜひお試しいただければなと思います。これさっき梅肉みたいって言いましたけど、塩味にするとご飯の材、本当に、梅肉としてね、できますし、お魚のお肉のソースにもなりますので、ぜひお試しいただけた方が、料理のレパートリーが広がるかなと思います。ストックも効きますからね、ぜひどこちらかで探してお試しいただけたらなと思います。来週はさつまいもを使ったパンケーキをサラダ仕立てでご紹介します。来週も見てください。セボンです。